コンソーラズは、ルーカス・デグルートによって設計されたハ幅フォント。マイクロソフトのアンチエイリアス技術クリアタイプを活用したフォントの一つである。Windows Vista Office 2007 Visual Studio 2010以降は Windows に含まれており、マイクロソフトからダウンロードが可能となっている。また、Windows Vista の標準のフォントで唯一、車線付きゼロを使用したフォントでもある。コンソーラズは、 オープンタイプのレイアウト機能の、イタヤザ、アザ型の現地化、オールドスタイル数字、ライニング数字、分数、上付き文字、下付き文字などをサポートしている。クーリエニューの代替フォントとして設計されたが、クーリエニューのバージョン2.90がサポートしていた1318グリフに対して、最初から利用可能だったのは713グリフのみだった。それから徐々に拡大し、 バージョン5.32になるとサポートされているグリフの総数は2735個に増えている。カリブリ、カンブリア、カンデラ、コーブル、コンスタンティアと共に、マイクロソフトエクセルビューア、マイクロソフトパワーポイントビューア、Windows 用、マイクロソフトオフィスコンパチビリティパック、Mac 用オープン XML ファイルフォーマット、コンバーターにおいても配布されている。 アセンダーコーポレーションからのライレンスによっても使用することができる。オープンソースの代替フォントインコンソーラータは Google フォンツで入手することができる。ありがとうございます。